大川工業のインディペンデンスデー。さあ今月も始まりました。九条由紀子です、よろしくお願いします。そして、はい、大川工業総裁大川豊です。はい、寺ちゃんです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー暑いですね。暑い、はい、もう今年の練馬はすごいですよ。やっぱり暑くて40いきます、40いきますよ、間違いないです。絶対もう死にそうですよ、6月でも暑くて。またゲリラ豪雨とかで雷落ちちゃったら大変ですからね。いや俺期待してるんですよ。いやいや、ね、期待はしなくちゃ。勘弁してください、もう嫌です、災害だけは。え、もう嫌です。いや、だからおかしいじゃないですか。おかしいじゃない。今集めてる練馬中の子だって、ね、そんな高い建物じゃないのに、うん、テレさんの家に落ちたってのはすごいことですよ。まあ、それはそうですよ。大臣ですから、毎年毎年ね、恒例行事ですよ、これ。大丈夫、やめてくださいよ、もう練馬の命もかかってるんですよ。運よく生きてるんですよ。2階にいたら危なかったって言われたんですよ。だから豪雨の時、皆さん1階に集まると。そうですね、コンセントは全部抜く。そうそうそう、避難訓練しましょう。だから、うん、避難訓練で対応するしかないですよ、雷神には。雷だしゃ、まあ、そう、まあ確かにね、練馬ですから、うん、危ないことは危ないです。豪雨がありますから、雷も半端じゃないですから、気をつけますよ。そうですね、はい、温暖化してきてますから、皆さんも気をつけて、気をつけてくださいね、はい、皆さん災害にはね。はい、そうですよ。それと、もうすぐオリンピック、はい、オリンピックですか。パリオリンピック7月26日、はい、あっという間ですね。あっという間ですよ、早い。あれから3年ですよ、もう東京オリンピックから、ね、もう3年経った、3年経ったんですよ。ああそうですね。で、私の知り合いのウエイトリフティング、はい、73キロ級、はい、宮本正則がまた今回も出ます。お、2回連続ですよ。なかなかいないですよ、2連続オリンピック出る方っていうのは。大変ですよ、まあ、トップアスリートとして、ね、体を維持するとか。そうですよ、怪我したら終わりの世界ですから。はい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 、2回連続で、はい、ちゃんと予選とか勝ち抜いて、え、記録出して代表選ばれるっていう、はい、お父さんと僕 LINE 交換してるんですけど、お、もうしょっちゅう息子さんの新聞記事が送られてきてお父さんも熱いですよ今、もうめちゃくちゃ応援してますから。オリンピックかかってるからそれは送るよね、ガンガンみんなに応援してもらおうと思って。そりゃそうですね。私やっぱり前回がちょっとそのコロナ禍ということもあって、あ、そうですよね、見に行けなかったり、見に行けなかったっていうね、応援しづらかったから、このパリこそは今度こそね、40年ぶりですから、メダル取ったら40年ぶりで、今3位以内にとにかく入ってるんですよ。おお、だから普通の調子でいけばメダル取れる可能性はあるんですよ。なるほど、ロスオリンピックですか。ロスオリンピック、ロスオリンピック、ああ、それ以来ですから。それ以来ですか。そうですよ、ぜひともですね、怪我しないで、宮本さん、はい、そうですね、頑張ってもらいたいですね。テレビで応援してますから、頑張ってください。パリ行ってくれるんじゃないですか。パリ行ってくれないんですか。パリ、パリオリンピックだからパリで応援しないですか。どこにあるんですかパリって。だいたい隣の区じゃないんですよ。往復で15万ぐらいあれば多分行けますよ。ちょっと待ってくれよ、行ったことある、オリンピック試合見たことないでしょ。いくらかかると思ってんの、一つの競技。何十万も取るんだよあれ、オリンピックの時だけ。そんなに高いんですよ。まあちょっとウェイトリフティングはいくらか正確には分からないですけど、人気ある、ものすごい人気あるの、何十万も必要ですから。なんでね、パリからのね、そう、中継欲しかったですよ。中継出してくださいよ、インディーで。インディーの現場ってやりますから。多分100万ぐらいかかりますか。かかる、最低でも。いやいや、もうとにかくそうですよ。リオオリンピックだってそうですもん。宿泊料金がね。リオオリンピックチケット込みで80万ぐらいしました。あ、増えますよ、本当は。請求された時。80万円ですって言われた時はもう。ハハハ、何ファーストクラスですか。いや普通のエコノミーです。エコノミーでもチケット代なんですよ、高いのがね。それでホテルも高いし、10万円ぐらいするんですよ、チケット代っていうのは。物価も高いし、高い、ホテルも相当高いと思うんですよ。相当当たりますからね。あとあの、はい、サッカーです。藤田ジョエル千葉、あね、あカムカムミニキーナの藤田さんの甥っ子、お姉さんの子供、うん、これがね、ジョイル・チマ君で、うん、なんと今度のオリンピック、パリオリンピックに出場すると、まあ、可能性は、まあ決定ではないと思うんですけども、今のところはもう濃厚ですね。うんうんうん、そうだよね、ね、オリンピック予選をやる。予選アジア大会で MVP を取った。MVP の人。MVP ってすごいですよね。すごかったよ。すごかった。
だから藤田ってね、あの中継でみんな言ってたから。そうそうそう。まさか。まさか。そう、全く同じ。俺もね、だって試合に出てくれなきゃ応援しようがないじゃんと思って見たら、キャプテン、うわ、すげえ活躍してんじゃねえかよ、この人と思って。いや、今後 A 代表の。A 代表ですよね、もう。もう多分メインの人物になってくる。キャプテンとかやったりするね、長谷部とかのもう位置だね、すごい位置ですよね。いやすごいよ。だってまあずば抜けてるじゃないですか、身体的にも。いやいや、ほんと、背はそんな高くないです。175センチなんですけども、とにかくあのパスの精度の高さですね、ほんとそれは身体能力なんですよね。すごい俊敏ですもんね。うわー、ほんとに足もね早いし、はい、守りもね、できますし、そうそうすごいオールマイティー、ね、オールマイティー、攻めてもいいし、ね、守ってもいいしという ねこの方がちょっと出ますので。聞くためには藤田のり子を思い出してしまう、ね、藤田のり子、売れますね。ジョエル島のね、親戚って言ったら売れますよ、これ、将来的には。来てもらわないと。俺もそうです、ね、ジョエル地名の親戚の友達ってことで。そうそうそう、俺も何とかしてくれないかな。夫婦役もやってますから、夫婦役やってますからね。夫婦役もやってる、舞台上の旦那ですよ俺。出し何回出してくれよ。ジョエル地名親戚ですよね。親戚親戚、俺も親戚だよ。そうそう、親戚が増えるからね。そうですね、それでいきましょう。有名になると親戚が増えるっていうのはこういうことなんでしょうね。そうそうそう、あいつらはちっちゃい頃から知り合いだよみたいな。あ、そうそうそう、もう向こう全く知らないと思う。我々のことはね、会ったこともないのに。会ったことない、勝手に言いふらしてる。そう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 、藤田のり子さえも知らないかもしれない。もしかしたら藤田のり子も知らない。誰ですか寺田さんってね、急に願い言われるかもしれない。はい、はい、まあそんな感じで、はい、私のコーナー、はい、行かせてもらいたいと思いますけども、はい、では寺田さんのいいねの出番、はい、よろしくお願いします。素晴らしい。いやいや、今年の練馬はすごいですね、はい。4月が照姫祭り、はいはいはい、5月私はここに行ってまいりました、あ、練馬ファミリー祭り。すごいね、はい、チラシをさし、あのお見せします。なんですごい可愛らしいアットホームな絵です。そうですよ、でもこれ照姫祭りと同じぐらいの規模で、やっぱ何万人も来るんですよこのお祭りに。都立光が丘公園欅広場というところでやるんですけれども、ものすごい人が押し寄せます。やっぱ光が丘の団地がありますからね。そうですね、それだけでももう人が集まりますから、ファミリーいっぱいですから。5月の18、19日、2日間にかけてやりましたね。じゃあこれはどういうイベントかっていうのをご説明します、はい。これは1997年にチャリティープラザという名前で始まったんですよ、はい。で、目的はチャリティーでございます。チャリティー、はい、はい。それで2012年に練馬ファミリー祭りという名前に変わったんですよ。変わった。チャリティープラザから練馬ファミリー祭り、うん、はい。で、今回のチャリティーの目的といえばですね、はい、まずウクライナ支援。それそうですよ、やっぱりもう練馬っていうのはこう世界的なシェアがありますからね。目はもう世界に向かってますから。なんででも練馬がウクライナ。そう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 。ウクライナの方はもしかして住んでたりするの？避難されて。そのちょっと裏事情は分かりませんけれどもね。やっぱりどこ困ってる人を助けたいって、これは練馬の信条なんですよ。共産のメインが、ね、大使館入ってる。ウクライナ大使館になってますよ。すごいことになってますよ。それはまあそうでしょうけど、それが先なのか、はい、支援するって決まってで乗ってんのか、どっちが先かちょっとよくわからないんですけども。すごいですね、まあ、ユニセフとね。あと、能登半島、復興支援。もう何でもかんでも支援してくれる。何でもかんでもって言わないでくださいよ。日本の一番大切な、大変な場所じゃないですか、能登半島今。ちょっと待って、収益の一部はウクライナ支援、能、う、登、んうん、半島。あ、書いてありますか、はいはいはい。緑化基金へ寄付させて。そうです、緑化基金、緑を残そうという団体なんですけど、だから練馬の人たちは助けたくて仕方ないんですね。そうです、みんなを。そりゃそうですよ。皆さん幸せにしたいっていう、苦しんでる人を助けたいっていう、優しい。これは私と全く同じ考え方で賛同しましたよ。行った瞬間これだと思いましたもん。この団体だよ俺が応援したくなるのは。でまあこういうね、ウクライナ大使館に勤めてる方がもう感謝の、まあ、メッセージを残してね、本当にありがとうございますと、はい、大変なことになってますよ国は。いやいや、今の戦争ですからね。戦争ですから。でも日本もね、いつ巻き込まれるかもわからないですから。そうですよ。皆さんもね、
常に見守ってくださいと。はい、そういうことですよ。そのぐらいはもう今世界は動こうとしてますから、いろんな方向に、だからね、ちゃんと慎重にね、はい、考えていかなくちゃいけないというのを切々と語っておりましたからね。はい、はい、この絵ですよ。有名な漫画家の方じゃないですか。この漫画家はね、魚と修さん、火災の人という漫画を描かれた人です。火災、あ、知ってます、知ってます、火災の人、魚と修さん。火災ってなんか家の裁判じゃないですか、なんて家庭裁判所、そう、家庭裁判所のええ、漫画じゃないですか。結構ドラマとかにもなりましたしね。その方が描いているんですけれども、はい、去年までは松本零士さん、銀河鉄道999の松本零士さんが、練馬区は漫画家が多いんですよ。漫画家も多いし、そうですね、映画とかね、はい、映画とかね。で、まあ、松本零士さんはお亡くなりになりまして、そうですね、魚人さんに、はい、まあ、バトンタッチということで、あ、なるほど、今年から魚人さんの映画、チラシとかに載るようになりました。はい、これが舞台なんですけど、はい、すごいなと思いますよ。25回やってますから、はい、舞台のセッティングとかもすごいんですよ。これ普通の階段なんですよ、公園の。そういうのをちゃんと利用してテントを置いて、はい、バッグを置いて、舞台上にはなんかこれね、絨毯みたいなの引いて、はい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 、はい、素晴らしい。これでこの階段の下にはパイプ椅子が200席ぐらいあって、うん、すごい見やすいんですよ。あ、いわゆるここにもう直にパンチを引いてるって感じですか。そうです、パンチを引いてるんですよ。あ、なるほどね。そうそうそう、そうなんですよ。で、まあ雨が降ったらちょっと大変かもしれませんけどね。はい、はい、時代ですよ。まあこういう感じのね、これは練馬北町ポンポコ連合さんの、ほう、はい、阿波踊りですね。あ、阿波踊りですか。まあ練馬で一生懸命こう踊りとかダンス、それからあの楽器とか、はい、まあ、いろんなものを修行してる、一生懸命練習してる方がこの舞台で、はい、パフォーマンスを人々に見せるという、へ、もう次から次へといろんなパフォーマンスを見せてくれるというのはまず一つ、うん、ポンポコ、ポンポコ連合さんね、はい、ポンポコ連合、はい、そして二つ目、はい、これですね、少年野球の、野球教室、野球教室、野球教室やっているのはこちらですね、クロエ・ユキノブ、ジャイアンツの V9 の V9 選手じゃないですか。 V9 選手、85歳ですからね。まだまだって言うの、なんだってなんですか。いやいや、ずっと現役で教えてんの、もうすごいですね、本当に。私も見てましたけれども、ちゃんと教えて、バットなんか当たらないですよ、85歳で目も見えなくなって、はい、今でも野球できるんだからすごいですよね。長嶋と同期ぐらいでしたっけ。まあそうですよね、王長嶋と一緒にやってましたよね、その V9 の頃の。そうですよ、柴田とか高田とか。長嶋は85ぐらいでしたか。え、長嶋さんいくつぐらいですか。まあ そんな感じじゃないですか。同世代、同世代じゃないですか、はい、本当に。あ、そうですよね、だってあれですよ、寺さん、年賀状もらったのクロエさんじゃない。そうですよ、年賀状もらったのじゃないんで、また話が変わってますけれども、何、年賀状に野球少年とプロ野球選手が一緒に写ってたという、そう、それを年賀状でもらったんですよ、うん、その時にクロエ選手も写ってたという、そうそう、王選手とクロエ選手が写って、その年賀状をもらったんで、ね、もらった。ただ寺田さんが写ってるわけではない。そう、僕は写ってない、僕の先輩が写ってるだけなんで、そうそうそう、それを毎年使い回ししてたっていう野球の監督がね、そう、少年野球の監督が使い回してた。それが現役で来るわけ。そうなんですよ、この方はね、練馬明るい社会づくりの会の会長さんなんですけれども、なんとこのお祭り、練馬ファミリー祭りの主催がこの練馬明るい社会づくりの会なんですよ。ほう、だからまあ黒江さんが頼まれたんじゃないですか、黒江さんちょっと少年野球やってくださいよみたいな感じで。いや、そうでしょう。いや、今の子は分かんないでしょ、クロエって言ってもね。まあ僕ぐらいの世代じゃないとちょっと分からないかもしれないですよね。おじいちゃん世代ぐらいは分かるかもしれないけど。まあそうですよね、我々からするとおおって思います。我々ちょっと叫びますよ、本当に熱いですよ、この方すごいですよ。で、もう一方いたんですよ、はい、この方はピッチングについて生徒に教えてたんですよ、はい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 、で、なかなかいいこと言うんですよ、うん、君たちは内角に強い球を投げなさいと、うんうん、外角だけじゃ打たれるよ、うん、内角でバッターをびっくりさせないとダメですよ、攻めろってことだよね。そう、攻めて、うん、覚えてくださいなんて。でもどっかで見たことがあるなと思う、ライオンズの帽子かぶってるんですよ、うんうんうん、あ、L って書いてある、ライオンズ。で、背中見たら松沼って書いてあるんですよ。松沼兄？そう、これひげで松沼兄だと思って、松沼兄弟って言ったら西武ライオンズで、
もう大エースでしょ、2人とも全くついてる。どうしたんですか、すずさん。豆で棒でも食らったような顔して。何2人の興奮がすごいから。いやいやいや、そうなんだ。松沼兄弟だって声を大にして言ってるじゃないですか。だって私、原監督現役世代ぐらいですもん、私。あー、監督ね。そうか、俺これ高校時代ぐらいでしたよね、松沼に。西武で、ああ、ここ20年差がありますからね。そっか、同世代じゃないのか。全然わかんない。あ、そっかそっか、うん、同世代として喋ったの。同世代だと思ってた。そっか、じゃあわかんないですけど、とにかくすごいです。すごい方です、ね、大スターです。いやでもその方たちが来てくれるんで、練馬の少年のために来てくれるってすごいですね。すごいですね。まあこれ黒江さんの力もあるんでしょうけどね、仲いいんでしょうね、松の周りと。なるほどね。へー、こんな感じで終わった後はもうサインとかして、うん、やっぱ今でもすごい人気ありましたよ。あ、そうさえくださないとか言って子供がもう群がって、はい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 、帽子とかにね、サインしてもらってました。すごいよ、お父さん世代みんなびっくりするよ。びっくりしますよ、僕すっごいびっくりしました。ああ、いいこと言うな、この人だと思って見てたら松沼兄じゃんと思って。いや、それびっくりしますよ、本当に。子供の頃のスターが目の前にいると。あのね、前ね、まあ、解散しちゃったんだけど、ブルーハってコンビがいたのよ。ああ、お笑いコンビで、多分ここにもね、インディーにも来たんだよね、松沼兄の学校で。ああ、はいはいはい、ブルーザっていうコンビが解散したの。ああ、ブルーザね、はいはいはい、マニアックな野球とかの話を延々してましたよね。で、松沼兄の格好で多分ここに来てたんですよ。そうですよ、はい、うん、でも誰も知らないで、西田さん全然分かんなかったでしょ。分かったでしょ、ブルーザがそういう格好で来てる、ブルーザってコンビがいて、今相方がなんか井上ポイントとか言って、そのポイントを貯めて生活するっていうことで結構メディア出てますよ。そういうブレイクしましたよ。だから解散しちゃったんですけどね。はい、その人たち、そのが松沼兄のモノマネをやってました。じゃあもうその野球好きの中では。そうですよ、投げ方も下手投げでモノマネとかよくされててね、有名な人。誰も分かんないんですけど、我々は楽しかったんですよ、その松沼兄を、ね、松沼兄をよくモノマネしてたなと。うんうん、まあちょっと、じゃあ九条さんが喜ぶものを見せますよ。九条さんがついてこれる話。でもこれもお祭りの一環でやったそうですよ。そうですよ、お祭りの一環ですよ。光川区はグラウンドがいっぱいあるんだね。そう、野球ができるグラウンドがたくさんありますので。ああ、はい、はい、だから昔のあの米軍の宿舎があったところ、私が遊びに行ってたところ、ね、なるほど、はい、それも子供時代の話じゃないですか。そうそうそう、九条さんも全然わかんないでしょ。もうわかんない、もう50年以上の前俺しかわかんないですよ、それ。